はい、サンスポーウェイティチェックのコーナーです。サンケイスポーツ森田です。赤です。よろしくお願いします。はい、マイルチャンピオンシップなんですけれども、はい、関東から抜いたのですね。まあそうですね、ちょっと少ないんですけれども、はい、まあ、はい、ただいいと思いますのでしっかり聞いてください。はい、はい、まずはですね、ロゴタイプですね。そうですね、はい、今日販路で浮きを行いまして、はい、まあ、A コースでね、しっかりとフラットワークというかこう、あの動きを確認してから、はい、あの販路に入ったんですけれども、はい、まあ、あの軽快なね、フットワークで駆け上がりまして、最後ちょっとね、ゴール前で仕掛けられると背を伸ばす感じで、あのラストヒットの方が12秒1という、ね、相当あの、はいはい、今の反応にしては、まあ、いや今日はね、天気も良かったんで反応のタイム自体負担よりはあの遅くはないんですけれども、それでもあのラストヒットの12秒1っていうのは、はい、あの今日 の右反応駆け上がった、ちょ右の反応で中距離した真ん中でも2番目に速いタイムだったんでね、はい、まあ、一番速い前12秒フラットというのがあったんですけども、はい、まあ、それだけ あの高度圏が出てますし、まあ、相当仕上がりはいいと見て良さそうだと思うんですけど、そうですね、はい、まあ、あの今回毎日予感の後はじっくり調整をして、はい、ここを目標に来てますので、まあ、あのもともとね、あのマイルは朝日杯フュージュリティステークスを勝っていますし、ベゴニア賞レコード勝ちと潜在的なスピードもかなりある馬なんで、はい、まあ、一辺というかね、ここで G1 馬は勝負が復活してもおかしくないかなというところだと思うんですけれども、そうですね、はい、まあ、でフラットワークは、はい、田中剛先生が乗って、そこで乗り換えて、はい、最後の、ね、追い切りは、三木女子が乗ったという形で ね、 そうですね、こうチームのこのね、はい、仕事の分担というのもきっちりできてた感じがしますね。はい、まあ、ロボタイプは相当いい仕上がりで、そうですね、ここでちょっと変わってほしいなっていう、変わり身なきゃおかしいかなぐらいな、ちょっとそんな感じはありますね、はい、それが状況もいい感じでした、はい、あとはエクセラントカードですけども、こちらの方はそうですね、ちょっとね、はい、いつもまあテンションが高いんでね、こう見てるとその分ね、マイナスに移ってしまう馬ではあるんですけど、ただ走り自体はまあ良かったですし、はい、まあそんな状態でもね、競馬行けば結果出しちゃう馬なんでね、まあいつも通りなのかなっていうところがありますね、はい、でまあ、先週の、まあ、今週、今日はですね、販路で55の 40.4 という、13.8 という時計なんですけど、はい、まあ、実質追いが日曜日16日のウッドコース、70秒4、54秒1、40秒1の133という、ね、これが、実質追いだと、いうことなんでね、はい、この、まあ、紙面上でね、この2本の時計を見て、この合わせ技で、追い切りだというふうに、取っていただけると。うまくいくかなと思いますね、はい、まあ、足しっかり食べれるかどうかでしょう、この馬は ね、 ね、はい、うん、まあ、ムーア基準にちょっとお金かなと、そうですね、まあ、何を引き出してくるかっていう、はい、その辺の魅力はありますね、はい、そうです、はい、まあ、上評からは以上でした、はい、ありがとうございます。